虐待を育った私が世の毒親問題をめったぎる解毒案内人木村優子です。よろしくお願いします。今日は無料相談で、内容が毒親が改心したかもしれません、でも信じていいのか不安ですといただきました。それではご相談です。20代女性ウニ納豆さんよりいただきました。美味しそうな名前ありがとうございます。結婚を機に絶縁するか迷っています。離婚後母の元へ育ちました。子供の頃は虐待を受けており、成人後家出したのですが、とあることからまた連絡を取らざるを得なくなりました。しかし家出を気にしているのか、以前のような毒親っぷりはなりを潜め、むしろご機嫌を取ってきます。しかしいつかまた幸せを邪魔されるのではと不安です。周りからは心を入れ替えたのではと言われますが、許せない自分がいます。親を許したい気持ちがあるけど、許せない気持ちもあり、絶縁という手段を含めて親との関係を見直したいです。何かアドバイスをいただけると嬉しいですといただきました。ありがとうございます。すいません、一つだけ無料のご相談は質問は1人1個になります。今回2つあったので、ちょっと2つ目をサクッとさせていただきました。すいません。それではこの問題解読スタート。はい、今回の内容なんですけども、毒親との戦いうまくいってないチェックリスト4つというものね、この中私が作ったんですけど、この中のどれかをやってるから毒親問題うまくいかないよというものなんですけども、ウニ納豆さんは今こちら3番の現実を正しく分析できていない、これができていないから毒親問題がうまくいかないと認識してください。これね、実は簡単なんですよ。現実を正しく見るために今回のポイントは3つです。まず1つ目、許すと認める違い、これをまず教えます。ちょっとこれはね勘違いしております。2つ目、親が改心したのかどうかチェックポイントというものをね私作りました。これ参考にしてみてください。そして最後3つ目が今後どうするかを決める時のちょっと私からのアドバイスを送らせていただきます。まず1つ目、許すと認めるの違いは何ってことなんですけども、私も35歳の時に親と一回縁を切りまして、その後もう一回、復縁っていうのかなをしております。で、今は良好な関係を保っているんですけども、その時私がどうしたかというものを今日はお伝えします。これなんですけども、今ねここが間違ってます。じゃあ許すと認める、辞書で引いてみました。こう書いてあります。許すとは不都合なことがないこととすること、認めるとは見て考えて確かにそうだと判断することとあったんですけども、さあこの言葉作った人というか、辞書作った人か分かんないんですけども、すごいブラボーとね思いました。すごくない？これもう一発じゃないですかね。許すっていうのは過去何もなかったことにする、不都合なことが何にもなかったとするということね。で、認めるっていうのはいろいろあったけども、じゃあちょっとここで一旦線を引いて、今の自分が見て考えて、あ、やっぱり改心してるわと判断するということなんです。で、今ウニ納豆さんが辛いのは、こっちをするべきなのにこっちをしなきゃしなきゃってしてるんです。これね、ご相談内容にちゃんと書いてあるんです。周りからは心を入れ替えたのでは、だから許した方がいいんじゃないのと言われますけども、許せない自分がいます。ん？当たり前なんですよ。ちょっと質問ですけど、そのアドバイスくれた方は毒親育ちですか？で、その子は毒親育ちで心を入れ替えたんだから許した方がいいんじゃないと言われたら、その子の言うことも正解なのかなと思うんですけども、おそらくこれを言うっていうことは毒親育ちでもないし、虐待されたこともないし、親と縁を切る切らないを悩んだこともない方だと思います。別にこの人をわば言ってるわけではなくて違うんですよね。愛され育ちと毒親育ちはもう違う人種なので、この子が何かを言ってきたから、それをやらなきゃ、信じなきゃ、私も許さなきゃってしてることが辛い原因です。違います、違います、違うんです。地球人と火星人ぐらい違うんですよ。それなのに地球のルール守ってるから、息苦しいっていう感じ。火星人は火星人でね、やっていきましょうっていうのはこのチャンネルのルールになります。ちょっと違うんだけど、そんな感じ。私も過去に親を縁を切ったんですが、私未だに母親のことを許していません。だってなんで虐待された、めちゃくちゃ辛い過去がある、もう小学校1年生で初めての自殺をしようとした、そんなに辛い過去を許す必要ってあるの？え、待って、私たち神様なの？マザーテレサなの？違うじゃん、火星人じゃんそうでもないけど、だから別にさ許す必要ないんじゃないかなとね、木村論では思うわけです。というわけでウニ納豆さんが今やることは1つです。周りの人の判断ではなく自分の判断、
どうしたらいいのかなと見て考えて、そうだ親は改心したと自分が納得してから判断すればいいんじゃないかなと思います。じゃあその判断基準は何ということを次の2番目です。それを探る改心見極めチェックポイントというものをね作りました。これも私が実際にやったことをここに書いてあります。なので、あ、これもこれもこれもチェックしたいっていう場合であればもっと足していってください。じゃあ今の母親の状況なんですけども、これを正しくお伝えすると、人間って誰しも過ちを犯すんですよ。別にね毒親をかばうつもりとかないんですけども、私もあなたもお母さんもみんなね完璧じゃないんです。過ちを犯すんです。ただ過ちを犯した時に、私これしてダメだこうしなきゃって気づくか気づかないか、まあ、これがねいい人悪い人を見極めるポイントなんですけども、おそらくお母さんはあなたが家出をした、それがねお母さんにとってめちゃくちゃ衝撃的だったと思うんですよ。母親も両親っていうものがあるので、その両親がざわついたと思います。でここの声、自分の本音に目を向けた時に、ダメだちゃんと自分と向き合わなきゃと自分と葛藤したんだと思います。人ってね、まあ、これも悲しいことなんですけども、こう衝撃とか事件とか大ダメージがないと辛いことと向き合おうとしないんですよ。でその大ダメージの衝撃があなたが家出をしたということだったと思います。その結果家出を気にしてるのか、以前のような毒親っぷりは鳴りを潜め、むしろご機嫌を取ってきますと書いてありますよね。そうやって改心したと私は感じました。とはいえやっぱまたぶり返したらどうしようとか不安じゃないですか。めっちゃわかるんですよ。そのチェックポイントをお伝えします。まず1つ目、ごめんなさいが言えるようになった。毒親という人種はですね、出荷時に全員こうごめんなさいが言えないようにインストールされて出荷したみたいなね、不思議なことなんですけども、全員共通して謝ることができません。自分の都合が悪いことは全て相手のせいにするものが毒親というものです。でもお母さんが私にごめんなさいって言ってくれる、何これは本物なのかって思うほどに謝ることができるようになります。チェックポイント2つ目、喧嘩とか衝突、まあそれはね毒親だろうが愛され育ちだろうが、まあみんな喧嘩はするんですよ。でもその喧嘩した後ね、後にきちんと向き合えるようになったかどうかを見てください。毒親は喧嘩したらもう自分が悪いと全く思ってないので振り返る向き合うということをしません。でも改心した場合は喧嘩した後にむしろ振り返るんですよ。あれ喧嘩したこれ私が悪いのか、ウリ納豆が悪いのか、どっちが悪いんだ、あ、私が悪かったわねえねえちょっと話し合おうみたいな感じで向き合えるようになったかどうかってことです。ポイント3つ目、話し合えるようになった。まあ、これもね2と似てるんですけども、これは価値観が違うことに対してお互いを子として受け入れられているかってことなんですよね。毒親という人間は価値観が違う人を全て悪とみなすんですよ。だからこう話し合うということがありません。まあね、これがね戦争の始まりですよね。肌の色が違う、価値観が違う、宗教が違う、じゃあお前は悪だみたいな感じでするんです。でも話し合えるようになってたのであれば改心したポイントは高いかなと思います。で私はこの3つを基準に母親を見極めました。ちなみに私の母親全部クリアしました。おめでとうございます。もうね野生のライオンを手なずけた感じ、まあ、そんな心境です。で3番目です。これ一番重要です。ウニ納豆さんが今後どうしたいかっていうのを今決めてください。でこの決め方なんですけども、自分の独断で構いません。私今一応決めて後から変えてもいいです、全然構いません。ただちょっと一回何かルールを作ってほしいんです。私はこの3つのルールを作りました。まず1つ目、見極めると言ってもですね、やっぱね期間を決めとかないと人間ってこうダラ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 しちゃうんですよ。なので執行猶予期間作りました。私はこれ1年です。もし1年でまた過去のことこれができなくなったり虐待がぶり返してきたら、もう何の言い訳も聞かずにバッサリと縁を切ると決めました。2つ目、
執行猶予期間のことを親に予告、宣告しておりました。向こうも向こうで探ってると思うんですよ。ね、なので、親にも宣告してください。で、ちょっとこういうことについてお母さんと話し合ったかどうかはちょっとわかんないんですけども、もし話し合ってない場合は、きちんと話し合ってください。ちょっとお母さん聞いて、あのさー、みたいな感じでこうね、お菓子食べながら言うんじゃなくて、ちょっとお母さん話があるから座ってくれる？私裁判官ですけど、何か、みたいな感じで、ちゃんと向き合う場を作る。これがちょっとね、おすすめです。で、予告する内容なんですけども、ちゃんと自分の気持ちを伝えます。いろいろあって、私辛かったんだよっていうこと。で、あと、それが辛かったから家出をしたんだよ。でも、致し方ないわけがあって戻ってきたよ。だけど、私はあなたを許したわけじゃないのっていうことをちゃんと伝えます。で、本当に改心してたら、その話し合いを機にもっと近い関係になるはずです。そこでならなくて向こうから、そんな自分勝手なことばっかり言うんだったら、もう彼女知らないプーンってどっか行ったら、もうそれはそこで終わりかなと思います。そして、3つ目、自分がこれをされたら好き、これをされたら嫌だということをはっきり伝える。これもねすごい大事なんですけども、母親を教育し直すって感じですね。でお母さんとあなたは今やっと親子関係やっと対等になったんですね。本当だったらちっちゃい時にもうこれをやってるんですけども、それの部分が抜けてますので今やり直す感じです。なのでお母さんは母親業1年目だと思ってください。だから最初はね完璧じゃないんですよ。なんで間違ったことを言うかもしれない、でもそれは間違ってるよってちゃんと言う。何か自分にとって嬉しいことをしてくれた、そしたらお母さんご飯作ってくれてありがとうとか、美味しかったよとか、洗濯物畳んでくれてありがとうとか、ちゃんと自分の嬉しいとか嫌とかいうものを相手に伝えるということが必要になります。まあ、やっぱね毒親でも、まあ、相手が誰でもそうなんですけども、人と人とのコミュニケーションっていうものは両方が向き合って成り立つんですよ。だからお母さんだけこれ頑張ってもうまくいかないんですよ、残念ながらね。あなたも自分の意思を伝える、気持ちを伝えるということをして、ちゃんと向き合ってここから親子関係のやり直しをやってみてください。それでは最後にまとめです。毒親育ちは過去のこと、親にされたことを許す必要はありません。なぜなら私たちは神じゃない、マザーテレサでもない、だから許す必要はない。それが今回の重要事項になります。ウリ納豆さん、そろそろ幸せになってもいいんじゃない？ご相談ありがとうございました。このチャンネルでは皆様からの毒親相談、そして私への質問も、こういうね毒親とのその後どうしたらいいんですかという質問もお待ちしております。ご相談は必ず概要欄に貼ってある専用メールフォームより送ってください。皆様のご相談お待ちしております。以上、解毒案内人木村ゆう子でした。バイバーイ。どうしよう、ウニ納豆が食べたくなったから、ちょっと今日はお寿司食べます。お腹すいた。バイバイ。